でも相手そんなに強い選手はね、打つことに関してはそんないないからな、今回いける気がする。よし、今回は鉄壁の守備陣だからな、セカンドとショートに関しては。うわ、来た、年齢不詳のぶっちぎり豪快男児、こんなおっさんみたいなやつが投げちゃっていいのか。さらに同点のピンチです。打席には3番バッターが入ります。打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ。お前、お前さ、鉄壁の二遊間じゃねえのけよお前。さあ打席に軌道が男を見せます。ぶっちぎり大学追う展開、迎える4回です。打席には2番バッターが入ります。立花、このリードは打った。うわ、うわ、なんでもうセカンド、お前動き鈍くね。くそ、サブポジつけてんのに。打席には3番、どうしたこう見え。立花、打ちました初球打ち。うわ、これ一つだ、さすがにちょっとゲッツーは取れなさそう。くそ、こいつスタミナはエースだけどコントロールが悪い。やばい、あ、取れないか、取れないか、取れないか。うわ、マジかお前。うわー、今取れたのに、なんでジャンプしちゃったんだ俺。はあ、やらかした。先ほどの得点シーンをもう一度カレンジ。ゲット、コウミ、お前さ、今通り過ぎてんじゃねえよ、打球恐怖症かよてめえ、腹立つ。今パワーポケだったらアウト、オッケー、パワーポケだったら絶対取ってるわ体で。あ、コウミ、お前さ、ほんとヘタレが、仕事しろよ。うわ、だからさ、ノーアウト満塁とかしてくんねよ、なんで毎回こうなるんだよボケが、お前もう、はい、コミ、お前さ、マジでもうダメだ、走力と守備力もうちょい高めないとな、セカンドマジで。だからお前セカンド腹立つわマジで。おい、お前もう何回エラーすれば気が済むんだよボケが、お前。カレンジャー、ここが踏ん張りどころ。打席には投げました。お、やばいぞ、食らった、ホームラン、スリーランホームラン。さす、今の佐藤みたいに、あ、もらった、うわー、もうなんでゲッツだけは勘弁しろ。それだけは何回もやめろって言ってきてんじゃん。うわっ、うわー、なんでよそのゲッツ、お前こう見える、くっそ、お前いや、ほんま、なんなんマジでこの試合。いや、ちょっとキャッ、え、何今どうやって記録残すの、キャッチャーフライからのゲッツー、やば、今スコアボードにどうやって書けばいいの。うわー、エラシド、ダウン、うわー、マジか、やめて、オッケーオッケー、やっぱセカンドはコミエじゃないから、まあさ、多少はな、安心できる今回は。あと1人、あと1人、あと1人、抑えて抑えて、マジで。もう勝っていい、もうこのまま勝って、勝って、勝って、もうそのまま勝ってくれ、頼む。やめて、もうホームランだけやめろっつってんじゃねえかよ、もう、腹立つ、マジで。腹立つ、腹立つ、いや、マジで、なんなん、本当に。いやー、あと1点返せるかな、ここから。うわー、もうダメだ、終わった、負けました。これから2球目、うっ、セカンドこれは守備範囲内、
やった、危ねえ危ねえ、やっぱ運が強い人が勝つんですよこれ、うん、やっぱり運が強い人が勝つ。もうさっきの試合が運が悪、さっきの試合はね運が悪かった、それだけです。うん、いやだるいバッター来た、オッケー、踏んでいこう。ここはお前さ、なんでお前さ、俺と違ってさ、お前にさショートの座譲ってやったんだからエラーすんねよマジでボケが。おい、誰が苦労すると思ってんだよ、もう。いや、ほんまエラーだけやめてっつってんじゃん。いやー、こら、コーミーがこんだけ頑張ってんだからさ、もう頼むよ。マジでさ、うわ、てかもうこんな時間か、もうてっきり、うわエラーした、ラッキー、オッケーオッケー、やべの足だったらセーフになる、うん、うわお前、もうだからビッグプレーとかマジでいいって、もうエラーするんだったらさエラーしろよ豪快によ、ほんとはもうマジでさ、うわ1点どうまでいけよあそこ、だからなんでノーアウトでチャンスで回ってくるかな、もうやだこのゲーム、どこまで苦しめばいいんだよ、ほんまつまらんわ。いやね、マジでさ、もうほんとつまらん、いやつまらんつまらんつまらんって、マジでどこ投げても打たれんじゃん、俺が本当にクソゲーとかゴミゲーとか思ってんだったらやり続けるわけねえじゃんこんなゲーム。もう愛してる証拠だよ。